そう。はい、崩落箇所です。相変わらず水量は多いですね。行きたいのはあそこです。川を歩くか巻いていくかというところですね。巻いた人は見る限りいなさそうです。すげえキノコ生えそうだけど、空気を読んで今のところは出てないですね。なかなかやぶこいですね。体だけならなんとかなんですけど、でかいのがあると長々きつい。はい、だいぶ来まして、崩落箇所は乗り越えたんですけど、ご覧の通りですね、高巻きしたところから分断した先の林道にちょっと降りることができなくて、どうしようかなと思ってます。なんとか大丈夫ですね。いやー、渡ったぞ。この崖登るのも結構大変だったでしょうね。ただまあある程度岸があるんで、体一つだったら川っぺり歩いても良かったですね。はい、というわけで皆さんこんにちは、セルボ SR です。今日も単発休みなんですけど、まあ、そろそろ渓流行きたいなということで、今回は今年の6月に来ました、おしょろこまの川ですね。ずっと申し上げているこの分断があったので、前回は支流を上がっていったんですね。支流は前も上がったことがあって、やっぱりちょっと規模が小さすぎるっていうのがありまして、実はこの本流なかなか壮大なんですよ。で、実はあの支流の方の、林道と、かなり源流の方で合流するので、帰りはそっちで帰ってこれるという期待があるんですね。だから今こうやばいやぶ動きしましたけど、それをやらなくていい可能性があるということで、新規開拓していこうと思います。全然誰も入ってないですね。多分入ってるとすると、そこから、まあ徒歩である程度来て上流で入るか、もうそこから入っちゃうかっていう人がちょいちょいいたんじゃないかなっていうぐらいですかね。じゃあ安全第一でやっていこうと思います。完全にシングルトラックになってますね。はっ、また崩落ですね、これで。笹やぶと崩落と倒木がコンボで来るとさすがにきついですね。で、また倒木っていうか崩落か。さっきの崩落越えたらだいぶ道が良くなってきましたね。で、多分私が帰ろうと思ってる今日のルート帰り、そこを逆に回ってきたと思われる四輪車の跡も出てきましたね。これは助かります。
あんまり人が来ないせいか、ギリギリまでガン見する鹿が多いですね。今のところ熊の形跡は1個だけ、今日下っぽいうんこが林道の真ん中にありました。さて1時間半ぐらいかな、8キロぐらい走ってきまして、予想よりも早く入径予定地点の橋がそろそろ出てくるみたいですね。ドロッパーオン、スタンディング、豆腐ですよ。豆腐はいかがかな。着いた、はい、これがさっきの川でして、これは実は支流みたいですね。でこの交差点に自転車を一旦デポして、この全然疲れてない林道を歩いて、本流の方をちょっとこれから釣り上がってみたいと思います。水量がやっぱすごいですね。標高だいたい600ぐらいです。水もかなり冷たいんじゃないですかね。まあ、今日はある意味ここに来れただけでもめっけもんなんで、ほんとね、安全第一で行こうと思います。一応この先も林道でかなり700-800メートルぐらいの、もう本当に山の稜線見えるぐらいのところまで続いてるらしいんですけど、もう全然多分優に 2,30 年使ってない感じですね。身の丈の笹が生い茂っております。この辺から入っていきましょうかね。いやもうヤブコギお腹いっぱい。よし、川に着いたぞ。すごいね、水量多いな。お、チェイスあった。魚はいますね。全然塗装ができないぐらい水流強くて、水温もめっちゃ冷たいんで、何度だろうこれ、10度ぐらいかな、やばいんで、ちょっと橋に戻ってきました。ここから入ってみましょう。スキーならダメかもしれないな。泡立ちが強すぎて、それと紛らしいですからね。いやー今ルアーチェンジした後に根掛かり取りに行きましたけど、健康を害するほどの水温の低さ、かつてない、味わったことないです。でね、あのやっぱ水流が強いんで、もうあそこどうだろう、膝ちょっと上ぐらいなんですけど、もう立っていられないぐらいですね。でその水圧でこの水温が来るもんですから、きついなー。まあこれも経験です。で今日ほらおまけに曇りで気温低めですから、なかなかきついですね。まあ今日あの車中泊したところからここに至るまで、まあ地形図上は少なくとも砂防ダムはないんですよね。護衛がないな。ちょっとチャリで場所変えるか。なんか折り返し地点にも到達しそうなんですけど、流れがどんどん激しくなってきてる。仕方ねえな、折り返し地点から多分また橋が多分あるんで、
多少入径しやすいと思うんで、そこからちょっと釣り上がってみますか。今日はまさかの坊主かもしれないですね。はい、トゥフ、うん、おお、チェイス久しぶり。今日2回目のチェイスですよ。いやー、酔えないね。モチベーションが続きませんわ。お、釣れた。あ、イワナじゃないですか。イワナくんでーす。坊主は回避。イワナいるんだ。おお、チェイス。おお、3匹のチェイス。いいね。多分ここは尺とかにねえんじゃないかな。口がありゃいいんですけどね。もうちょっと行ってみましょう。ちょっとね、25% ぐらい上がりました。今、私のモチベーションは 55%。頑張りましょう。ここなら尺ぐらいいそうだけどね。しないな。こっちシンキングやってみっか。ディープシンキングやってみましょう。ロストするかな。1、2、3。チェイスなし。もう一丁。1、2、3。いやー、ラスト。お、おお、何？マジで主がいた。あー、バレたー。イワナだね。マジか。45ぐらいありましたね。イワナですね。なんだろう、なんでここイワナ多いんだろうな。いやー、全然まだ時間早いんですけどね。またちょっと流れがきつくなってきた。そろそろ潮時かな。お、釣れた。バレた。ちょっとおしょろだったような気がする。さあ、ここでラストになるか。とりあえず魚影はないですね。お、いた、あー、来た、来ました。でかい、すんげえ首振った。
間違いじゃないですか、これ。あれ？おお。私の足に絡んでおる。なんだろう、ずっとねピークパワーはないんですけど、ずっとなんか一定のトルコで引っ張られてる感じ。なんか鯉みたいな、デカ鯉みたいな感じ。やったー、過去一っすねこれ。濃いですよこれ、めちゃくちゃやばいですねこれ。多分ね、どうだ、50ぐらいだと思うんですけど、とにかく体高が濃いですね、完全に。この太さ、ちょっともうリリースしますね。終わりですよ、この太さ。興奮しましたね、すごかったわ。ちょうど6時ぐらいでしたね、あの入りする前にちょっと手で、私手でしか測んないですけど、ちょうど3つ分ありましたんで、いやー今日大満足ですね。まさかこんな結果になるとは。これは多分あれが主だと思うので、同じようなのはいないと思うんですけど、まだちょっと先があるので、やっていきましょう。おお、まあまあがいた。40ぐらいですね。奥にいますから、あっちはまた手袋が違うかもしれないですね。すごいふかしてるね、こう2メーターぐらいあるのかもしれない。おお、でかいのまたいた。釣れた。というかこれ、ああキラリだ、伊藤ですね、伊藤でした。すげえパーだった。いやー、興奮冷めやらぬ中、
脱毛完了、キノコ探しつつ自転車に戻りましょうか。さあ、キロは200メーターぐらい登って山越えですね。6月に行った川の源頭が出てくるはず。そうするともう基本は下りのはずですね。いや、まあきついはきついですけど、この魔改造した MTB で極限まで快適に登ってます。ずっと下りだな。はい。林道だな。こんなに走りやすくてアップダウンがシンプルなのはなかなかないですね。ネットかぶってきて正解だな。ふい、着いた。お疲れっす。楽しかった。